ウリコ姫とアマノジャクは日本の昔話の一つ。ウリから生まれたウリコ姫が主人公の日本民話。桃太郎のように植物から生まれた人物が活躍する民話の一つである。日本全国に広く分布しており、話の展開が地方によって異なる。また、主人公の名前もウリコ姫の他、ウリ姫、ウリコ織姫、ウリ、姫子などとなる場合もある。 売りから生まれた売り子姫は、おじいさんとおばあさんに、大層を大事に育てられる。旗織りが上手で、綺麗な声で歌を歌いながら、気を折るのが日課。おじいさんとおばあさんが街に買い物に出ている間に甘の尺に、騙されて、連れ去られてしまう。話の詳細は地方によって様々であり、東日本では、姫が死んでしまうという結末になっているものが多い。 言葉巧みに柿の木に登らされ、墜落死するという筋のものや、ただ殺されるのみならず、廃だ生皮を天の邪ががぶり、着物を着て姫になりすまし、老夫婦に姫の肉を料理して食わせるといった陰酸な話も伝えられる。西日本では対照的に木から吊るされたり降りられなくなっているだけで死んではおらず、助けられるという話になっていることが多い。 天野雀の目的も単なるいたずらから、姫になり代わり腰入れを図るなど様々である。姫になりすました天野雀が腰入れしようとするのを、木に吊るされた姫が告発するという内容になっているものもあり、三つのオレンジなどに代表される、花嫁入れ変わり型の民話の一形態とも考えられる。天野雀は、物語の最後において、往々にして殺される。その際に、 蕎麦畑や泡畑を馬で引き回したり、あるいは主体を捨てたために、それらの植物の茎が天の蛇の血で赤く染まったとする由来端になっていることが多い。これはハイヌーエレ型神話の名残を留めているともされる。各地方で音は違うものの、ウリコ姫が歌う、旗折りの歌や、天の蛇とウリコ姫のやりとりをリズミカルな声を出して伝えるタイプの民話である。現在では、 夜中の12時に鏡の前で、うりこ姫というと、天の弱が悪さをしに来るという、都市伝説がある。天の弱の姿は見えないが、うりこ姫と口にした人に鏡を使って、悪さをするという。ABCD 藤井道明、うりこ姫の死と、生原書から現代まで密会書店、2018年9月、AB 桜沢舞、世界で一番怖い地塗られた。 日本の動画文化シャウタフリス2009チャップット2ありがとうございます。